能戸里山街道。能戸里山街道は、石川県金沢市から道県放水郡穴水町へ、至る自動車専用道路である。石川県道65金沢達る浜線、国道470号、石川県道1号七尾和島線のそれぞれ一部から構成されている。かつては、石川県道路公社管理の一般有料道路、能戸有料道路であったが、 2013年3月31日、正午に無料開放された。公募により無料開放後の愛称は、ふるさと気候、のと里山街道、ふるさと気候、のと里山街道となった。案内標識の表示はのと、里山街道が使用されている。高速道路ナンバリング、高速道路等路線番号では、千鳥台出入口から徳田大津ジャンクション間に、 E86、農越自動車道との重複区間である徳田大津、ジャンクションから、穴水インターチェンジ間に E41 がそれぞれ割り振られている。能登里山街道は、全区間を石川県が管理する主要地報道で、県庁所在地の金沢市と能登半島とを結ぶ大動脈となっている。千鳥内で入り口徳田大津インターチェンジ、及び、 川ヶ崎インターチェンジオーネブジャンクションは、石川県道60号金沢達る浜線、徳田大津インターチェンジ穴水インターチェンジ、農越自動車道穴水道路開通以前はこの、KIC は、石川県道1号七尾島線である。このうち、金沢達る浜線の区間は、金沢の登連絡道路の一部として、地域高規格道路に指定されている。また、七尾線の区間は、 農越自動車道、国道470号の一部にもなっているが、両区間とも、県道番号を記す、青色の六角形型の県道番号標識、分類番号11、118-2A や、逆三角形型の国道番号標識、分類番号、118A は設置されていない。1987年、昭和62年8月10日の道の日に、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されている。戦後昭和時代の能登半島では日本海に細長く突き出た半島特有の地理的条件により地域格差が生じ、石川県では能登半島の地域格差をなくすことが課題となっていた。県ではこれら地域格差を是正するため県内反日行動権、 つ日生活圏の確立と、圏土の均衡ある発展を目指すことを目的として、能登半島を縦貫する自動車専用道路を計画し、1982年、昭和57年に、能登有料道路を全線開通させた。有料道路時代は、能登有料道路という道路名で、能戸海浜道路、金沢市、淡ヶ崎徳田大津インターチェンジと野戸半島、縦貫有料道路、 徳田大津インターチェンジ穴水町この木からなる自動車専用道路であった。当時は地図により、野戸有料道路や野戸道路の表記も見られ、石川県道路公社は野戸有料道路と表記していた。1990年、平成2年から石川県道路公社により管理、運営され、全長8 2 9トルは地方道路公社が運営する一般有料道路としては、 日本最長であった。本線上及びインターチェンジのランプウェーブに4カ所、内灘、今浜、上田名谷、横田とインターチェンジのランプウェーブのみに2カ所、白尾、米での料金所があり、料金所を通過するときにその前の料金所からの、区間の料金を支払う必要があった。ただし、高松インターチェンジ県立看護大インターチェンジ館、千里浜インターチェンジ柳が IC 館、 西山インターチェンジ特段オツインターチェンジ間は料金所が設けられていなかった他、これらの区間限定の通行では実質的に無料で利用できた。のと有料道路の時に2度の大きな自然災害に見舞われている。1985年昭和60年7月の豪雨災害により、柳田 IC この木 IC、現、穴水インターチェンジで大小合わせて30カ所。 延べ1370メートルにわたって、路盤崩落し、乗り面崩壊などが起こった。復旧作業により、同年7月25日に、片側交互通行で、暫定開通し、1986年、昭和61年7月30日に、完全復旧した。もう一つは、2007年、平成19年3月25日の、能登半島地震により、 徳田大津インターチェンジナ穴水インターチェンジで8カ所の路盤崩落が発生した。この時、同年4月27日には迂回路を設けるなどして、全線2車線で暫定開通、同年11月30日に本線上のすべての被災箇所における補修工事が完了した。料金徴収期間は、当初は2014年、平成26年1月29日までとしていたが、 北陸新幹線の金沢延伸開業を見据えて、アクセス道路の利便性を高めて、交流人口の拡大を目指すために、2013年、平成25年4月1日からの無料化が決定し、横田料金所にて式典を行うにあたり、同年3月31日正午に前倒しされた。無料化によって、公募により道路名は、のと里山街道と改められ、これに伴って、 石川県道路公社の管理道路すべてが無料化される運びとなり、同行舎は廃止された。直線各区間として、金沢市淡ヶ崎町4丁目から、内灘町大根府に至る延長3 4トルの区間が整備され、2013年3月20日に供用された。当該区間のうち、千鳥台で入り口大根部ジャンクション間が本線として扱われている。 料金は、料金書にて、現金、回数券、石川の道カード、プリペイドカードのいずれかでの支払いが行われ、ETC やクレジットカードの利用はできなかった。以下の料金は、無料化直前のものである。当時、起点から終点までの間に4つの料金書があり、普通自動車で全線利用した場合、料金は合計1,180円かかった。 府中自動車の料金の内訳は以下の通りである。2013年3月19日まで本線として扱われていた。起点から北へ約2 0キロメートルの地点にある高松サービスエリアは道の駅高松としても知られ、屋根に地元特産の高松瓦や県産材を使った素材に工夫を凝らした和風作りの施設である。途中、白衣郡志賀町にある 西山パーキングエリアでは、軽食のほか地元で採れた農産物、海産物を売る直売所がある。法則の穴水町にある別所竹 SA には、日本の道百選の検証費があり、ここにある展望台から、七尾北湾の眺望や、遠望に、立山連邦を望むこともできる。沿線の自然景観に配慮するため、全線を屋外広告物法の規制対象区域に指定し、 電線は地下ケーブル化している。一方で、柳田 ICE 北では4車線の区間があまりなく、対面通行の区間が続いており、正面衝突の事故がたびたび発生している。現在、柳田 IC 上田屋田インターチェンジ間で4車線化の工事が進められているものの線での4車線化の見通しが立っていない。売店はべてのサービスエリア SA と 西山パーキングエリアに設置されている。給油所が設置されたエリアはない。24時間交通量、大道路交通センサス。内灘インターチェンジや内田 IC までは、海岸沿いを、柳田 IC や奈水インターチェンジまでは、内陸部を走り、海岸線から山間部まで、風光明媚な観光道路としても親しまれている。起点、金沢市淡ヶ崎町4丁目から、 最初のカーブを過ぎて、内灘インターチェンジより、北へは、至近に、海岸線が迫る、見渡す限りの日本海を望む道路が、白石まで約30キロメートルほど続く。この海岸沿いの道路は、内灘砂丘をはじめとする、砂丘地帯と、青松林が続き、夏の夜は沖合にイカ釣り船のサリ火を見ることも、できる。今浜インターチェンジ、または、 千里浜インターチェンジで下車すると、世界的にも珍しい、波打ち材を走る天然の海岸道路である線、里浜なぎさドライブウェイへと降りることができる。柳が IC より、北側は景色が一変し、緑濃い丘陵地帯を走る。徳田大津ジャンクションから、農越自動車道が分岐しており、和倉温泉や七尾市内方面へ向かうことができる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。